2号車浅香純 3.69、 3号車篠原敦史 3.59、 4号車松尾博文 3.59、 ハンデ0。2号車浅香純伊勢崎ハンデ10。3号車篠原敦史飯塚ハンデ10秒前。ビズビム長いからラディカル V 松尾への人気です。スタートまで残りは3秒。48回目のスピードが決まります。スタートしました。さあ 10m の飛び出しなんですけれども、うちの2人、2番の浅香に3番の篠原、外からかまして出たのは7番の浦田なんですけれども、まずは3番の篠原が 10m から先制しました。そして01番尾形もしっかりと残しまして 10m 前後のリードを保っています。2番手から追ってくるのは3番の篠原、さらには4番の松尾が3番手。スタートいった7番の浦田ですけど、4番手に交代しまして、その後ろに5番の金子がいます。2周回目と入ってきます。ぐん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 リードを広げ始めているんでしょうか。1番尾形浩一が先頭です。その後ろ15メーターほど開きました。3番篠原2番手、3番手が4番の松尾、そして3、4番手を大きく離れまして、7番の浦田、外からは5番の金子、縦長の展開となって残りは6周です。先頭は1番の尾形浩一です。ゼロからスタートしました。短期1番尾形浩一が先頭です。2番手3番の篠原、その後ろ4番の松尾が3番手からもう一度篠原との差を詰めにかかっています。直線に戻ってきまして、残りは5周。初めての8周戦を走っているとは思いません。1番尾形浩一が先頭、その後ろ3番の篠原2番手、4番の松尾が3番手からなかなか篠原を捕まえることができません。4番の松尾は3番手の位置、4番手でまだ7番浦田、5番金子、さらには8番長井が競り合っています。残り4周を切っています。さあ2番手にコーナー変わっていく。3番の篠原、4番の松尾、この両者が2番手で競り合っていますと、尾形としては大チャンスがやってきます。直線に戻ってきまして、残りは3周です。尾形浩一が20メーターほどリードをつけたでしょうか。1番の尾形が先頭です。その後ろ2番手、3番の篠原、もう一度奪い返して、4番の松尾が3番手の位置、4番手大きく離れて、5番の金子、7番の浦田、8番の長井は6番手、6番の中村、ラストが2番、浅香の体勢、残りは2周。初の8周戦も何の差も、お客様も仲間もきっと本人も、ジェジェジェと驚く快走ぶりです。1番尾形浩一が先頭です。尾形が先頭、さあ2番手争い、3番の篠原、4番の松尾、2、3番手少し車間が開いてきまして、残りは1周。2度目の優勝がグレードレース初優出、一発リーチ相撲をかける形になりそうです。尾形浩一が先頭、2番手3番篠原、3番手4番松尾、1番の尾形優勝おめでとう。ゼロから8周逃げ切りました。2連単は1番3番で2230円、2連複は1と3の組み合わせ1200円、3連単は134で5530円、3連複は1と3と4。尾形選手のウィニングランご覧いただいておりますが、この後は尾形選手にインタビュー、そして表彰式と行います。皆様、尾形選手はグレードレースが初優出で見事8周回逃げ切りましての優勝となりました。どうぞ最後までお付き合いください。おめでとうございます。九州スポーツ杯 G1 第48回スピード王決定戦、見事優勝いたしました山陽30期尾形浩一選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。 G1 取りました。いや、信じられないです、はい、今まで悔しい思いがありましたね。そうですね、全然勝てなくて、準決にも乗れないのがずっと続いたんで、今回優勝戦乗れて、もうそれだけでも嬉しかったんですけど、今日はもう取ろうと思って一生懸命走りました。日に日に良くなってくれたエンジン。そうですね、もう今回はやることが全て成功で、今日もすごいいいエンジンになったんで、はい、自信持っていきました。
どの走路でも OK という自信のコメントもありました。そうですね、はい。試走から振り返ってください。手応えは？試走からすごい感じいいなと思いました、はい。ピットでは長かったですか、お時間短かったですか？いや、全くなんか緊張しなくて、逆にすごいリラックスしてピットいました、はい。初めてのグレードレースの優勝戦、1号車単独のゼロ半、どんな気持ちでスタート位置立ちました？もうスタートちゃんと切って逃げればいいとこあるなと思ったんで、もうそのことだけ考えて走りました。かなり後ろは離れてましたよ。いや、全く分からなかったです。道中はどんなことを気にして走りましたか？もう落ち着いて、とりあえずコースだけ外さないように、それだけ考えて走りました。今日の8周回がご自身2回目ということでした。そうですね、はい。どのあたりで周回板は確認されました？やっぱ残り3周ぐらいを見て、あ、まだ3周あるかと思いました、はい。トップでゴールラインを駆け抜けました、その時は？いや、もうなんか夢のようでした。信じられなかったです。そしてウィンディングランではもう今まで見たことない最高の笑顔でした。そうですね、なんかもう嬉しいだけですね、本当、はい。ありがとうございます。さあ、これからの目標も聞かせていただいていいですか？もうくすぶって、あの10万円で今戦ってるんですけど、最後半でも、今のように、活躍できるように頑張ります。改めて今激励も飛んでましたけどね、ファンの皆様にもメッセージをお願いします。これからも、一生懸命頑張りますんで、応援よろしくお願いします。見事 G1 初制覇、尾形浩一選手でした。今一度大きな拍手をお願いいたします。